今月の足学的に迫っていきたいと思います。岩畳から400メートル下から登って小滝の線にやってきました。川下りの人気ポイントはなぜ生まれたんでしょう。まずはこの海上の方で迫力がありますよね。先ほど石壁のところで見ていただいた長いトロトは対照的ですよね。対照的です、清流ですね、これ、はい。わずかな段差がスリリングな川下りを演出する小滝の線。ここは国勢的な大きい断層が付いた長いトロトロです。長いトロトロ、そう、これが長いトロトロの地名の由来です。もしこの断層がもう少し短くて縮比べたら、縮比となる。僕は縮比とかが好きだってされてて、もっと川でなのかな、こうなる。まっすぐの川なので、ゆっくり、なくなる。